上沼恵美子チャンネルでございます。今日はゲストをお迎えしております。中西正夫さんです。イェーイ！すいません、お邪魔しております。芸能記者の中西正夫です。よろしくお願いします。芸能記者なんですね。いや、偉いすいません。そもそもしやからタレントさんでもないし、芸人さんでもないもんか、こんなんね。なんと上沼さんのとこに呼んでもらうなんて、こんなこと。ご一緒させてもらってましたね、テレビで。はい、それでもう10年ぐらいになるんですかね。まあ、近くぐらいと思います。毎週、それこそテレビで、ご一緒させてもらってまして、ありがとうございます、ほんまにも。ね、こんなチャンネルに来ていただけるとは夢のようです。いやいや、もう、ついた早々、ものすごく高いお茶飲ませてもらいまして、もう。そんな1650円のアイスティーですやん。ね、1650円。あ、だいぶ飲みましたね、1300円ほど。美味しいがスッと飲んで、あ、ようこね、1650円やったわ、思って、ちょっと。こんな一遍飲んだらよ、こんなるわ、思って。何を言うたりも、何でも何倍でも、何倍もあるよな。何倍もある。よろしくお願いいたします。まあ、やっぱりね、中西さんにお越しいただいたら、芸能界の話、もうやっぱ好きですね。もう皆さん好きですよ。なんだかんだ言ってもね。それこそ番組でもね、普段僕その芸能ニュースをちょっとプレゼンやないけれども、上沼さんとかゲストの皆様にこう、お伝えするみたいな役割でね、出させてもらってますから、まあちょっとほんで基本芸能記者ですから、24年ほど、まあデイリースポーツ、ほんでテレビでようになって10年ぐらい、だから24年ぐらいは芸能のことばっか仕事にしてるっていうこと。四半世紀。四半世紀ですね、もう。偉いもんです。そういうことですね。ここに僭越ながら、去年12月に本を出させてもらいました。そうでございます。それこそ上沼さんの本を。センスながら書かせていただいてね。もうね、褒めすぎで、もう、お尻こそばかったです。ほんまに。これはね、よくね、褒めていただくことあるんですけど、上手に褒めてくださってんの嬉しいですわ。けなされると思っとしますけど、嬉しいです。本当にありがとうございます。うちの通った表現で。嬉しい。それこそ、ああ、すいません、そんな、もう、宣伝みたいになります。ちょっと宣伝ですやん。もう宣伝しましょうよ。今、書籍は難しいのにね。そうなんですよ。何の加減か、これ、一冊、1650円ですわ。一緒ですわ、これ、1650円。あ、一緒や。どっちがね、一緒か。どっちがね、もう絶対本ですやん。ほんの一気に飲んだ終わりやのに。むちゃくちゃ美味しい、これ。いやいやいや。1650円もあんま高いんだ。一緒やな。もう、こんなもたら本はね、うちありますね。もう何人の芸人さんのこと ?25 人の、僕が男前、25年ぐらい取材して、僕が男前やと思う25人の芸人さんのことについて、まあ、上沼さん筆頭にそれこそ、清さんもそうですし、石川清さんも、さんまさんもそうですし、タモリさんも、まあ、ダウンタウンのお二人も、いろんな方々のお話を、まあ、書かせてもらったところだったんですけどね。そういうことでございますね。そんなことをやってるという。やっぱ今日は、中西さんの全部出していただきます。でね、もうどうやってやろうかなと思って、絞らないかんないことで、こういうカードを作らせてもらったんですよ。はい。ね。ありがとうございます。まあ、まあまあ言ったお題みたいなことでございますけどね。うん、これでちょっとね。答えていただく。答えるっていうんじゃなくて。もう何でもよろしいね。はい、もう何でも、もう足伸ばして。はい。もうズボン脱いで。もう何でもいいです。そうすりゃ、そうすると僕がもう、評判もそ下がりますよね。どこで何しとんねん言うて。ほんまそうでございます。家で寝とんのか。寝た、そんなこと。ホテルのね、これ、リビングなんでね。隣のベッドなんで横になりましょうか。ほんまなんで、そんな感じでもね、気楽に行きたいと思いますけど。一応こういうの作っておりましてね。だから中西さんに話すきっかけいうのか、なぜこの芸能人はスーパースターなのかって書いてます。そうですね。スーパースターっておりますか今。今ね、はい、もうスーパースターは、もう最後が木村拓哉さんやと思います。まあ、これ何の話ですけど。そうですね。それより若い人で、さ、人気俳優、人気タレントさんは、はいはい、人気歌手はいます。人気歌手とスーパースターはちゃいますからね。はい、絶対違う。うん、だからもう分かりやすく言うていただく、誰ですかね、過去の人で、スーパースター。石原裕次郎さんや。いや、裕次郎さんか。美空ひばりさんや。ああ、美空ひばりさんや。まあ、高倉健さんもそうでしょうしね。絶対そうですね。言われたら私は、ほんほんって、まあ、古い人間か分かります。で、今の若い人分からへんから、木村拓哉さんで終わりですかね。もうそこより若い人でスーパースターはいないですし。はい、まだいない。もう出てきませんわ。あ、そうですか。スーパースターやったら日本全国の人がみんな知ってる。みんな知ってる。みんなが憧れてる。憧れてる。はい。今ってそれこそ知らんけど、もう芸能人って憧れの対象じゃなくて共感ですから、はい、あ、何々さんも同じように子供育てて苦労してんねんな、みたいなことで好きになるのが芸能人の形になりましたから、遠いとこにいて、ほんまにいてん
ねやろかみたいな形じゃもうなくなりましたからね。ほんまにいてんねやろか。ああ、思ったな。あの、映画スターはね、うん、思った。映画館見に行って。ほわ、大川志蔵さん。あの、ちっちゃい時見に行ってね。はい、あの、淡路島の。はい、あれこそ、まあ、綺麗な人やな、思って、いてないわ、この人は、と思ったけど、銭形平次でご一緒させていただくことになるんですよ。うん、ほんまにいたわ、と思って、同じ顔でしたね、綺麗な顔でね。いや、うん、それこそなんかもう、対岸の向こうの方に、いるんや、いいんや、分からへん、こう、ゆらゆら幻影が浮かぶぐらいが、多分昔のトップスター、はい、スーパースターの人やったなと思うんですけど。そうですね。やっぱちょっと今違うかもわかりませんね。で、木村拓哉さんって、なんであんなかっこいいんでしょうかね。ほいで、性格もめちゃくちゃいいんでしょ。悪い話なんか、やっぱ、その、損だことがそんなじゃなくて、ほんまに聞いたことないですから、ようできた話、達者な話、うん、かっこいい話はなんぼでもあります。あります。そやけど、そんななんか悪い話みたいなのが何にも聞いたことないですからね、ほんまに。いいですよ。スタッフの皆さんへの気配りなんかもすごいですよね。うん、そうですね。それこそ、自分が主演してるドラマとかやったら、そのなんか、店一軒分ぐらい差し入れするとかね、なんか、まあ、いろんな枚挙に挑まがない。ああ、そうですか。それは、僕ね、木村拓哉さんもそうですけどね、僕、スーパースター一つあれなのはもう、24時間ずーっと、どこ切ってもその人。言うたら、裏木村拓哉がない、まあ、言うたら、裏トム・クルーズがない、ずっとその人でいる、裏郷ひろみがない。これが僕、スーパースターやと思ってるんですけど。郷ひろみさんもや。あ、要するに、ストイックな人やね。要するに、だらんとすることない。うん、家帰ってジャージで上下で、へえって、そのようなことはない。言うのがない。もうずっと家でもじゃ誰も見てへんかもしれんけど、いわゆるパリッと郷ひろみでいる。うわこれが、まあ、それで言うとさ、大阪で言うたら西川きよしさんもそうですけどね、もう。西川きよしさんもそう。西川きよしさんも僕、ずっとそれこそ25年ぐらい取材させてもらって、はい、いわゆる裏きよしとか、こう、はい、ダークきよしみたいなの見たことないですから、ずっと西川きよしさんのまま、で、これがやっぱスーパースターの一個。秘密、秘訣やろうなと思いますけどね。気前いいですね。あの、共通点はね。うん、さっき食べてて帰ろうかなと思ったら西川清さん払って帰られましたっていうのを何回かあって、うん、そこの店狙って行ったことありますもん。来てなかったらやめとこう思って。いつも払ってもらってました。何分の1かの確率でただになるかもしれない。ただになる。もういい方ですよね。気前がええね。それはやっぱ絶対、生き様、もうどこを切り取られてもずっとスターで、こんなんもう。そうや、しんどいで。しんどいですよ。しんどいですわ。高倉健さんも死ぬまで高倉健さんでしたもんね。そうなんですよ。はい。じゃあ、ずっとさ、田村正和さんがあって、それはもうずっと常に。田村正和さんもや。ねえ、そう、よう、神田さんもようおっしゃったりしますけど、はいはい、そのもの、人前でもの食べへんっていうね。食べへん。もう私、揚げシューマイ口まで持って行ったけど、行きます、って言われたもん。何食べてきとんねんと思いましたもんね。一緒に飲みに行ったんですよ、皆さん。私、田村さんと。全然だった。その、高倉健さんはうちの旦那が、親しくさせていただいて、憧れでね、もうそのまんまで、局へ来たらしいですよ。ああ。こんにちは。高倉健ですと分かっとるっちゅうね。みんな分かってる。みんな分かっとる。あんたを呼んどんね、今日。ね。高倉健です。それで。で、なんかね、懐かしい写真とかもこう預かる、そういう番組だったらしいの、ちっちゃい時の高倉健さんとか。で、写真ありがとうございましたって主人が言ったらね、はい、写真見てくれましたかって言ったらしいんですよ、健さんが。え、見ました、うん、預かってるんでって言ったら。映画のことだそうです。あ、その時封切られた映画のこと、写真。そうか。昔のスターさんは写真って言いますもんね、はい、映画のことをね。それからうちの旦那、写真、写真、言い倒す。えみこ、写真見に行こうかって、やかましいわと思うで、高倉健さんでもないのにも、写真、写真でやかましい。ほんと、そんなことありました。もう、男が男に惚れるっていうね。そうですよね。もう旦那さんがずっと写真ってそれを言うっていうね、ことを言うてる時点でもう、そう。高倉健さんのエッセンスが入ってるわけですよね。入っております、入っております。そうですもんね。そんな影響力与える人、今のご時世は2023年は、じゃあ、紅白歌合戦とか見ててもようわかりますけど、はいはい、もう、今の若い人が好きな歌手、そりゃその若い人の中ではスターか知らんけど、うん、ちょっとおっちゃんおばちゃんが見たら誰やねんっていう人。もうね、恥ずかしいけど誰やねんですね。なりますやんか。だから、うん、みんなが好きな人、みんなが知ってる人の数がもう今、いいひんのでね。なるほど。
そういうことで。今、トム・クルーズって出ましたけど、やっぱり全世界がしてますか？トム・クルーズはその全世界版ですもんね。ああ、そうか、すごいな。今、この地球っていうことで考えたときに、一番有名な、あ、違います。日本だけ、アメリカだけ事故って、それはやっぱ、お金、どんだけ興行収入を上げたかとかいうふうなことも含めて、じゃあ誰が1位か言うたら、要は、それトム・クルーズもさ、1位と言ってもいいぐらいです。すごい。なんだ、トム。ね, ねえ、そう。鼻高いね。ただ、背低いらしいですね。僕ね、直接、うん、いや、これ別にしたから、それが別に悪いやなくてね、うん、やっぱそれはこう、その何回もないですけど、なんか僕、レッドカーペットみたいなところで取材をさせてもらったときに。あ、見たんですね、生。生で。低い。ね、今、いっぱい人いますからね。いっぱい人いますから、なんか、どこにいたんだろうな、ってね。いや、別にこれ、ええ、悪いやなくて、ちょっとナチュラルに新喜劇でメダカさんが出てくる時のムーブに近いもんがありましたけどね。めっちゃ低いですよ。いや、それが悪いわけやない。悪いわけやない。芸が大きいもん。ね。うん、もう芸というか、お芝居がでかい。いや、そうです。それはもう、ね、花というパラメーターが突き抜けてます。そうですね。もう。だって、ビル登ったり下がったり、本人やってるんでしょ？そうです。まあ聞きました。ね。それこそ飛行機のスタントみたいなんとか、こんなんもう、なんかあったら、一撃で命落とすみたいなことも本人がやってありますから。そうですか。それはもう。偉いなぁ。うん。実際。どのぐらい稼いであります？すごいでしょうね。でもまあ、いやもう、桁があれですけど、まあ、はい、何百億は、うわぁ。あ、そう、一作やったら何百億は入る。そのうちの、一足じゃなくて、その人多分 10% か十数パーセントぐらいが多分本人に多分入ってるはずです。その、まあ、セオリーで言うたらね。ちゅうことは、全部、全世界で1000億興行収入あったら本人とか100億入ってくるぐらいのもんやと思います、大体。それでも次の作またやるんですね。そうですね。こんだけやったらもう遊んどけええのにね。うん、もうそれはもう、一回やったらもうずっとあと寝てられる。寝とったらええのに。寝とったらええのに。なあ。あとか、やっぱりスケールが違うな。日本のスタートはね。でもやっぱり木村拓哉さんはやっぱり最後になるであろう。スーパースター、わかります。その自覚がご本人もありますから、まあ、そうです。余裕を言いますけど、その、はい、記者会見、この前も信長のね、映画。信長の格好してもかっこいい！かっこいいじゃないですか。かっこいいです。あんなんしてイベント出てきはって、まあ当然記者とかカメラマンがいて写真撮ります。本時にやっぱりこう、僕も前言ったかもしれない、その、瞬きを絶対せえへんの。ずっとこの目の前に、で、ずっとこの目のままいて、ほんで、要は誰でも瞬きしたらちょっとこんな顔になりません、ね、なります。ちょっと、まあ、アホみたいな顔みたいになってしまうことがあるから、ずっと目バキバキに開けといて、どうしても瞬き我慢できなかったら下向いて瞬きして、またこう目。うわぁ、きついなぁ。細かいことやけど、言うたら木村拓哉という人の格好悪い写真はこの世に残しとかへんという、それはやっぱこれもプロスターのこだわりやと思いますわ。すごいなぁ。何楽しいんやろ。まあなんか聞きたいな。親しかったら聞きたいですね。家帰って誰でも見てへんところで、ね、カレーうどんにむちゃくちゃ天かす入れて食べてはるんちゃいますかね。そうだ。ほんまかいな思いました。想像ですね。なるほど。意外とね。意外と。そんなとこもあってほしいわ。一不安としてね。本当にそう思いますよ。木村拓哉さんかかっこいいなぁ。なかなかしながら、まあもう、ほんま、大変やと思います。大変やと思いますけど、はい、まあもう、最後の役を担って、になってありますから。もう太らんといてね。ね。木村拓哉さん、まず太って二重顎になった時点であかんもんね。ああ、そら。ねえ、そのような芸能人いっぱいおりましたね。若い時綺麗で、どんどんしたみたいだね。裏切ったらいかんわ。ほんまに。もう綺麗で売れたら大変やね。大変ですね。スーパースターはそれはもうすごいけど、うん、それはもう一生やらなきゃいけないからね。困りませんからね、もう。まあ、ナルチストってまだ自分が好きなんでしょうね。うん、郷ひろみさんがなんか、誰かの話聞いたんですけど、ゴルフ場のお風呂から出てきたら、1時間半ぐらい自分のこう、あの姿を、裸を、こう映して、こうやってるって言ってましたよ。俺も好きなんですよね。なかなかもう1時間半やったらもう完全に湯ざめし倒しですけどね、そんな。何のために風呂入ったんや、言うて。
もう一遍風呂入りに行く。もう一遍風呂入り。風呂入りに行かなあかん。スーパースターは湯冷めしない。しない。そうですね。血管とかのちょっと感じもちゃうんですかね。違うんでしょうね。全然ちゃうね。男前やねん、血管も。ね、血管なんでしょうね。血管。で、次行きます。どれ行こうかな。あとこと飲んでください。すいません、ちょっと。もういっぱいあります？ね。持ってきてください、ね。いや、そんなもん、もうこんなん2杯も呼ばれたらもうえらいことない。呼ばぞ。何よ。なんか待ってね、1650円のね、アイスティーを2杯飲んだわって、私がなんか回覧板で回すみたいなこと言って、回しませんって。回しません。ちょっと2、3人には喋りますけど。はい、ありがとうございます。すいません。すいません。母さん飲んだからゆっくりしてください。ゆっくりしてくださいって。いや楽しいお話させてもらってますからもう。そうなんですよ。いや、楽しいわ。はいね、いすいません。さ、おもろいな。あの、芸能人ってなんかこう、どんな人でもオーラ持ってんのかな、モテますわね。モテます。なぜこの芸能人はモテるのかってね。で、綺麗な人多いですね。あの、女優さんとか、俳優さんとか、生の方が、特に女優さんは、ほんと綺麗ですね。あのね、会うたらね、はい、綺麗やなって思いますやんか。はい、それ綺麗なんで分かって、綺麗やから女優さんやってんねん、しかも売れてんねんで、分かってんのに、顔、こう見たら、ふわってなるぐらい。うわーって綺麗ですね。売れてるからじゃないんですよね。そうです。ほんで、だいたい顔、ちっちゃいですね。ちっちゃいです。ね。ちっちゃいです。はい。こんなもんかなと思ってたんこんなんです。はい、うん。ほんまに。誰一番綺麗でした？僕が一番ね、綺麗やと思ったんは、はい、僕は、常盤貴子さんなんですけど、あの、常盤貴子さん、はい、まあ、あの、ほがらかやし、人気女優やし、はい、あれですけど、なんで僕そう思ったか言うたらね、はい、今から20年前ぐらいに僕、デイリースポーツの時に、宝塚歌劇団の担当もしててね、はい、宝塚の中国公演みたいなで、中国に取材に行ったんです。はいはい、ほんだったら、はい、中国のなんか小さい空港で、タンクトップ着て帽子着て被ってなんか普通の歩いてる女の人やったらもう目離されへんぐらいオーラが出てるんですよ。うわ、そう、日本人の人か中国人の人かも分からないんです。だけど、なんやろこの人ってものすごく気になって、うん、ほんでちょっとやらしい話ですけど、パッと顔見たら、常盤貴子さんで、もう顔が輝いてるような花があって、僕ちょっとそれがよう忘れられへんのがあれやったんですけど。ずーっとこう顔見に、見ようもとこうやってやってるから、その。いやらしいな。向こうとしたら。不審な男ですよ。いや、それは不審。まあまあ慣れてはるやろけどね、徳屋さんはまた見られてる。綺麗なんだね、空港歩いてても。だからそんなんて、まさかそんなん、そこにまず日本の方がいるかどうかもわからん状況ですやん。まあですほんで、ましてやそこに常盤貴子さんがいるんだ、僕1ミリも思てへんのに、それでも目離されへんと、これがなんかやっぱ花というかね。すごいですね。いっぱい綺麗な人と会ったと思いますけど、中西さんは個人的に気持ち寄せた人とか、ね、やらしいな、ね。気持ち寄せてもあかんやろけどね。あかんに決まっとるけど。いや、それはね。ほんで、なんぼ気持ち寄せたかで、それが身を結ぶこともないし、ないし、もうね。それはわかりませんけども、どなたですか？僕はやっぱり、はい、僕は特別な感情を、はいはいはい、まあ、お前の話知らんがな、ちょっとあれですけど、まあ、僕は持ってるのは、宮沢りえさんですわ。何言うとんの？そりゃそうなりますもうそう言われることありきで僕も今勇気振り絞って言いましたけどね。まあで僕は思ってるだけですから。いや、それは美しいのはわかります。はい。姉さん。はい、そりゃそうです。何かあったんですね。なんかね、僕、何年ぐらい前かな？ 5、6年前ですかね。はい、インタビューをしたんですね。はい、まあ、1、1でインタビューしたんですね。はい、ほんで、それこそなぜこの芸能人はモテるのかっていうことに、あれですけど、もちろん芸能人なんか、まあ、はっきり言って全員綺麗です。うん、もう綺麗やが芸能人やってるんだってね。じゃあけど、その中でもなんかこう、心惹かれる、まあ、先の東京さんもそうかもしれないですけど、喋、ってたら、この人に、と心がね、吸い寄せられていくのが自分でわかるんです。なんでそれか言うたら、こっから先は、それこそもういろんな批判の声もいただくかもしれませんけども、もうね、勇気を振り絞って喋りますけどね。はい、お願いします。30分ぐらい喋ってたらね、宮沢りえさんね、はい、僕のこと好きやろうなと思ってくるんです。はい、ちょっと高いいや、これなんでか言うたら、はい、言うてください。なんでか言うたら、こっちが喋ってる時に、まあ僕は聞き手、インタビュー、まあ記者やから、聞き手やから別にこっちがベラベラ喋るわけじゃないんですけど、いや、しやけど、まあ舞台の取材とか、なんか今回の舞台ちょっとこんなだいぶしんどいシーンもあると聞いたんですけど、僕が質問する時の、はい、僕の質問してる姿をこうずっと、僕の目見ながらずっとね、聞いてはるんですよ。その目が、もう、キラ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 して、あなたの喋ってることにすごく私は聞いてますよっていうのがもう目から出てるんですわ。はい。
うん、耳で聞いてんじゃなくて、もう目で吸うてる。目で吸うてるんですよ。ほんで、それでその、ちょっとしたあれですけど、喋っていくうちに、まあ、ボディタッチはないけれども、ちょっとこう、いや、そんなもん、中西さん、そんなんて言うような、この、あれがちょっとずつ近づいてきて、近づいてきた。ほんで、まあ僕、まあ大阪の人間ですから、こうずっと喋るのもこういう、いわゆる大阪のこと、大阪弁で喋ってます。はい、ほんだったら、宮沢りえさんがちょっとずつね、はい、大阪弁みたいなイントネーションになってくるんですよ。っていうことは、こっちの磁場に、ちょっと巻き取られてる。磁場で、あ、そうだ。こっちの磁場に入ってきてるというかね。入ってきたんですよね。ってなったらね、そのね、僕もそんな、まさか宮沢りえさんと30分喋って僕が好きになる、うん、ハッピー、そんなことあると夢、そんなことあるとも思ってませんよ。思ってませんけど、この人ひょっとしたら、ちょっとこっちに気あるんちゃうかと思ったら、もう気になって、取材。記者なんて客観的に聞かなあかんの、途中から、え、ちょっと待って、今何起こってんのってなって、それこそ25年で、で、今なんで僕、ヤフーとかいろんなとこで、年間200組ぐらい僕インタビューしてるんですわ。はいはい、だから、そんな日常茶飯事で別にそんなの時にドキドキも何もせえへんのですけど、宮沢りえさんだけは僕ね、未だになんか、あの30分何やったんやろなって。まあ、あの30分何やったらな、お前の思い過ごしじゃが多分正解なんですけどね。いや、なんかありましたね。関西弁というか、イントネーションが変わっていくっていうのは、やっぱり惹かれたんですよ。リエさんが。細かいことですけどね。細かいことで、そんな、言葉、文字に起こしたら関西弁になってるわけじゃないけど、ほんまイントネーションですよ。イントネーションが、はい、完全に関西弁に近づいていって、だって好きな人の着てる服を、なんか意味もなく買ってたりとか、好きな食べ物自分も好きになってたりとか、見てくるんですよ、好きな人に。うん、はい。やとするならば、なんか僕もさ、30分ですけどね、宮沢りえさん、恋しましたね、中西さんに。そうなんですかね。いや、上沼さんは何のための何のアシストを今してくださってるのかね、もう頭の中で全くもう答えが出ませんけども。そう思いますよ。みんなじゃないと思いますよ、宮沢さんも。私はお会いしたことありますけど、普通ですよね。まあ、ずっと綺麗ですよ。綺麗ですけども、うん、そんなお会いする方でもないし、シャッとしてはりますよね。いやそうですね。そんなお会い、そう。で、これを言うたらなんか宮沢りえさんがみんなにそれをしてるみたいになったり、宮沢とかいうふうなことじゃなく、まあ、違う。あれ、まあ、うん、まあ、そうやな、ね。気持ちが惹かれたんです、中西さんに。わかりますわ。私、いいみたいなね、こんなもんでもね、インタビューしてくれる方によっては、はい、ああ、好きだわ、とありますわ。で、そんな、結婚したいとか、こんなんじゃないんですけどね、うん。最近で言うたら、フレンチブルが死んだ、それの、インタビューしてくれた方がいてまして、それで、ベベって言うんですけど、ベベだけの記事を書いてくださったんですが、うん、その帰るとき、絶対その記者の方好きでした、私。帰るときに、どうもありがとうございました、ってことにご挨拶したら、ベベちゃん、もう、まあ、失って、悲しいかもわかりませんけどね、って言われて、ベベちゃんを可愛がったっていう、神馬さんにも、なんかこう、神さんが与えた権利みたいなものがあるんですよ、っていうようなことを落ちちゃったから、最後、帰り際に、はよいえ、と思いましたけどね。なんか、まあ、一瞬かって、縁があったっていうのは、あなたにもね、うちがある、みたいなことを言ってくれたんで、ずっと好きでした。その、記者の人はだいぶ、達者というか。達者、達者って。達者って。いや、達者でした。ね、年もちょっとだいぶいってる方です。もう、なんか嬉しくて震えましたね。そういうことってあります。わ、素晴らしい。いや。すごい。いや、もう、これ、奥さんが焼き餅焼くんちゃうやろか。ね、奥さんは焼き餅は、焼かないですか。アホなこと言うとるわ、ね、まあ、そうでしょうけど。いや、なんだよね。いや、そういうことないですよ。いやー、でも宮沢りえさんって素敵ね。綺麗だけやないね。やっぱりね、なんか、それこそ、いろんな、いや別にこれ変な男と女のとかじゃなくて、やっぱりいろんな過去にもいろんな才能がある、日本を代表するような才能があるような方が、はい、だからやっぱ宮沢りえさんを絶賛してますやんか。やっぱこれは、ただ単に顔が綺麗とか、ただ単にちょっと、まあ、小手先打たしするやけど、いわゆる技術論として腕があるとかいうことを超えて、やっぱり人間のこれは馬力ですよね。そうです。もうね、ともすればアイドルみたいな感じで出て見えたんでね、うん、違うかった、中身濃かったですね、濃いですね、あの女優さんは。
そう、最初はもうほんまにスーパーアイドルみたいな形でね、そうなんですよ、側の綺麗さから入りましたけど、はい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 、そこから出口が全然違いますからね。全然違います。ああいう年の重ね方、女優の重ね方、キャリアを深めていく、羨ましい。素晴らしい。まさにあれこそ女優、やっぱ年を取っていくことの値打ちをやっぱり仕事にも生かすっていうね。あんな、それはもう。あんな風に年重ねたいわって憧れるもん。まあ顔は無理でもね、生き方、生きる姿勢が美しいわ。あの方は。確実にリエさん好きでしたね、中西さんの。ずーっと思いませんよ。だけど、まあ、どこで取材されたか知りませんけども、はい、大阪やったんですか。大阪ですね。大阪やった。まあ、帰りの新幹線やもしくは全日空。まあ、そこで、うん、大阪上空あたりまでは好きだったと思いますね。いや、私はそう思いますよ。いい方、中西さんっていい方やったなぁ、なんて。大阪バーッと飛び立ったあたりはね。なんて、こう、空を仰いだと思いますね。ああって。もう名古屋あたりに来たらシュート忘れはったね。ね、あったと思いますけど。この間、浜田さんと、もう30年ぶりかご一緒だったんですよ。で、どんなんかなと思ってました。なんか太陽の下で、はぁ、サンサンサンみたいな。やめはったら、タレントやりますやん。そうですね。ムカつくね。ほんで、そっから青汁のコマーシャルもやってはりましたからね、もう。